大宮塚は神奈川県高座郡寒川町にある初代愛部国造家や竹彦命の奥津城と伝わる古墳である。大宮塚は神奈川県高座郡寒川町にある前方公園墳で初代愛部国造家や竹彦命の奥津城と伝わる大神塚とも表記する。場所は718年回帰と伝わり、古くは寒川神社の別当寺であった。 安楽樹形大本堂の裏手にある。全長約51メートル、高さ約5メートル、公園部直径約37.5メートルのホタテ貝形を呈する。相模川流域の古墳では最大級であり、前方部は作兵されていることから、築造当時の全長はこれ以上の大きさに去ると推定される。周辺にはさらに5機の小型古墳群があった。1908年に、 当時の寒川神社宮寺の提唱により、日本初の人類学者である東京帝国大学教授の坪井翔五郎が発掘調査を担当した。当時、古墳を発掘調査することは大変珍しく横浜貿易新報によりその様子が消報された。出土品の一部は寒川神社の片特資料館に展示されている。なお、和卿に関しては、 公園部の浅い部分から二面出土し、平安時代後期の伊垣屋菊さ鏡と菊山総鈴目鏡であることが確認されている。京塚として二次利用されたと推定されている。周辺の小型古墳群からは、石室が検出されたほか、耳輪や切り子玉、矢尻等の製鉄品が出土した。また、周辺の小型古墳群は、 石室の形態から6世紀末から7世紀前半頃の築造と推定され、大宮塚の築造時期と200年以上の隔たりがある。これは、大宮塚周辺が古墳時代を通じて主張の母域と認識される特別な地域であったからと推定されている。なお、 周辺の小型古墳群5基のうち3基は1908年と1972年に発掘調査されたが、残りの2基については、寒川駅北口土地区各整理事業に伴い2005年から2011年にかけて岡田西川地遺跡として発掘調査された。そのうちの1基は大塚古墳公園として整備され、石室が保存されている。またさらに、 岡田西川地遺跡では、神奈川県内では、珍しい弥生時代中期の大集落の遺構が、確認された。大宮塚は、古来より、寒川神社と深い関係があり、寒川神社遺書古墳として伝えられていた。そのため、古墳の発掘調査は、当時の寒川神社宮寺である、宇田茂丸の発願によって始められた。また、寒川地域では、もともと、 寒川神社は国造の祖先を祀る神社としても伝わっており、大宮塚は相模川流域を初めて開拓した偉人、すなわち初代の愛武国造を後の時代に後衛たちが追墓するために築造されたものとされていた。そして実際にこれらの伝承の存在を裏付ける資料が二つ存在する。 一つは1841年に成立した新編相模国風土機構であり、大塚について次のように記述されている。当寺の山後にあり、本二十件四方王神塚ととなう。塚城に大日の石器像あり。蓮華座に大塚山やスラク寺上樹院、伝えにき、総集一のみや寒川大明神碑、先生のご病屈なり、天羅二年人術10月二十一日。 法院前、栄造流とホール二つ目は1659年頃から、寒川神社の管主である金子いおかによって、返帳された高僧者事項であり、大塚について、次のように記述している。また、理論曰く、これ、寒川名神のご本寺成都少須大関羽さ国の国の宮津子の墳墓なるべしと理論をまたでふるや、 ふたしつかに大日の石像を立ててて曰く、蓮華を掘りし、大塚山安楽寺上住院。伝えに行き、総集和幸宮寒川大明神碑。戦王の五病屈なり。天な二年神術十月二十一日、法院前坂へ造立。特記キス江戸幕府の公的事業として編纂された、新編相模国風土機構と、寒川神社の管主である金子いおの、 私的事業として編續された高僧者事項ともに、蓮華座に、伝えに来、宗州市の宮寒川大明神比先生の、五秒屈なりと掘られた大日如来の石像が塚の上にあることを記している。また、高僧者事項では、古老が、大宮塚は、国像の墳墓であることを伝えている。また、明治の発掘調査時に安楽寺の末寺であった、南仙寺の古書類から、 1686年に作られた安楽寺の盆章の名の写しが発見され、次のように記されていた。大日本国相模国一の宮安楽寺、夫当時社当国創社群郷、氏神良い,い方向、寒川大明神社なり、伝えー駅奇跡術枯れ神から大和をちく、非海卒地区をこの陰立石広かれその小尺なり、盆章の名の写しには安楽寺が、 寒川大明神社の別当時として創建された旨が記され、古代に、控え卒すなわち控えの兵士が築いた塚に、上から代、すなわち、寒川大明神の御神体が宿り、この院すなわち安楽寺が建てた石碑があるところ、すなわち大宮塚が、焼尺であることが記されている。なお、大宮塚が、王神塚とも称されるようになったのは、 近隣に成立した鎌倉幕府が武家の守護神として王神天皇を信仰し、その影響で中世以降の寒川神社の祭神に王神天皇が加えられたため、それに伴い、寒川神社由緒古墳である大宮塚も王神塚と呼ばれるようになったと考えられている。明治の発掘調査時の頃、当時の地元の人は、王宮塚を車塚や氷炭塚とも呼び、 大宮塚には、寒川神社の霊魂が祀られていると言われていたとの伝承が残る。また、1931年に制作された、寒川温度の第14番の歌詞には、国造王神塚に置いた薄草ほの利と消エリアとあり、当時の人々が、大宮塚を国の宮津湖の母領として認識していたことが伺える。ありがとうございます。